トカチラーメン図鑑。味噌辛味噌専門店モクレンの味噌ラーメン。札幌の人気ラーメン店モクレン。札幌以外では初めてとなる2号店が2月10日帯広市西五条南34丁目にオープンしました。スープは丸鶏、原骨、利尻昆布などを6時間煮込んだ絶品スープ。麺は西山製麺の特注中太縮れ麺です。味噌だれも数種類の味噌をブレンドしたこだわりの一品。帯広出身の江藤オーナーは札幌の人気ラーメン店数店を修業して2010年に独立しました。ニンニク、もやし、玉ねぎなどを炒めます。味噌だれ、スープを入れて一煮立ち。さらに隠し味としてジャム、豆乳を入れるのが木蓮流。麺を湯切りして丼に入れてスープと合わせます。最後にチャーシュー、メンマ、ネギ、そして生姜を乗せたら味噌、辛味噌専門店木蓮の味噌ラーメン完成です。木蓮はフリーマガジンチャイ4月号の読者アンケート気になるラーメン店の1位に選ばれています。スープをすするとマイルドな札幌味噌の風味を感じます。とってもプリプリしている麺の歯ごたえがたまりません。生姜をスープに溶かして味の変化も楽しんでくださいね。口の中でとろけるチャーシューもおすすめです。